改札通過時の自動改札機の画面現在のスイカのロゴスイカは東日本旅客鉄道、東京モノレール、東京臨海高速鉄道が発行するサイバネ企画準拠の IC カード乗車券である。後者はそれぞれモノレールスイカ、臨海、スイカの名称で発行。タッチゴーの動き、ソニーの非接触型 IC カードフェリカの技術を用いた乗車カードで プリペイド方式の乗車券の機能をはじめ、定期券、駅売り店等での支払いに使える電子マネーの機能を併せ持つ。JR 東日本の規約においては IC チップを内蔵するカード等に記録された金銭的価値等と定義されている。かつて JR グループでは自動券売機で乗車券などの購入に使用できる磁気式プリペイドカードのオレンジカードを発売していた。 また JR 東日本では、オレンジカードに加え、カードを直接自動改札機に投入して、運賃生産に使用できる、直式プリペイド乗車カードの用カードのサービスを1991年から、首都圏で実施していたが、これに代わるシステムとして2001年から JR 東日本管内のエリアで順次導入された、ものである。2017年3月末現在の発行枚数は、 約6398万枚に上る。スイカの名称は、スーパーアーバンインテリジェントカードに由来するもので、スイスイ行ける IC カードの意味合いも持たせている。また、親しみやすくするため果実のスイカと語呂合わせし、カード表面の緑色のデザインもスイカ風としたものである。なお、スイカの名称は、JR 東日本の登録商標となっている。 ロゴマークも JR 東日本のイメージカラーである緑と線路でスイカを表現している。ロゴマークでは IC の部分が反転表記されており IC カードであることをアピールしている。イメージキャラクターはペンギンでイラストレーターの坂崎千春によってデザインがなされた。なおスイカカードの裏面の右下に記載の番号は10で始まる17桁の英数字であるがこの ジュは JR 東日本の英語表記 JR イーストから取ったものである。モバイルスイカにもこのジュで始まる個別の番号が振り分けられている。技術的にはソニーが開発した非接触型 IC カード技術であるフェリカを採用している。非接触型のためパスケースやカバンなどから取り出す必要はなくパスケースごとタッチしても利用できる。なお、 読み取り可能範囲が半径10センチメートル程度あるので空中を通しても利用可能な場合があるがスイカと改札機との通信時間を確保するためスイカやパスケースなどを読み取り機にタッチさせて改札機を通過する使い方すなわちタッチ号を JR 東日本では推奨しているフェリカはすべて三点五六メガヘルツ帯の周波数の無線を使用して 通信、発電するため、通信可能圏内にある複数のフェリカが通信、可能となる。アンチコリジョンに対応していれば、複数枚のカードを重ねても干渉しないとされており、本カードは対応しているが、電子マネーカードのエディは、非対応で、本カードとエディを重ねて使用しようとすると相互に干渉することがある。さらに、複数枚のフェリカが読み取り機からの電波を奪い合い、 通信に必要なエネルギーを供給できずにエラーを起こしてしまうことがある。また、IC 運転免許証とも相互干渉を起こし、エラーとなる場合もある。当初は JR 東日本の首都圏エリアでのみ、利用可能であったが、2007年3月18日から、首都圏の非 JR 系交通事業者の IC カード、パスモとの相互利用が開始され、その後、 利用可能区間の拡大並びに JR 他社を中心とした IC カードとの相互利用の開始が行われた。2013年3月23日には全国10種類の交通系 IC カードの相互利用サービスが開始されパザム OK イーターカとかマナコはイコカッピタッパシュゴカニモカ、早カケンとの間で相互利用が可能となった。相互利用エリアは北海道から 九州地方まで日本の広範囲に広がり、前景の IC カードをどれか一種類所有していれば、相互利用サービスを実施している各社局の鉄道、バスに乗車することができる。このうちピタッパを除く9種類については、電子マネー機能の相互利用サービスも行われている。なおピタッパは、法律上クレジットカードに準ずる扱いで、加えて相互利用開始時までに、 システムの改修が間に合わないため、電子マネー機能の相互利用は当分の間実施されない。Suica のサービスエリアについては、下記の利用可能エリアを参照。発行3社の Suica は、基本的な機能に変わりはないが、カード、定期券の発売や払い戻しは、それぞれの発行事業者でのみ行う。発行をしない、発売事業者については、自社で、 カードスイカ定期券の発売はせず、一部で JR 東日本発行のスイカを発売する。紛失、盗難時の取り扱いにも制限があったり取り扱いのない場合もある。発売しない事業者では導入のみ。ストアードフェア部分は JR 東日本が発行。カードの故障と色は発行各社によって異なる。基本的に銀色の地に、 スイカのロゴが入ったデザインである。JR 東日本発行のカードは、黄緑色、東京臨海高速鉄道は、水色、東京モノレールの旧デザインカードは、大々色のアクセントが入ったカードである。JR 東日本では、2008年11月から、ペンギンの絵柄と、電子マネー対応マークの位置を変更した。モノレールスイカは2009年4月6日からデザインを一新し、 近似に緑の絵が描かれた新デザインのスイカカードに変更した。臨海スイカは2010年10月8日から電子マネー対応マークの位置を右上に変更し、右下にリンカルの絵柄が入ったデザインに変更した。いずれも電子マネー対応マークの下に緑色の丸が2個ついている。スイカのカードには以下の種類がある。上記の核スイカ乗車券には、 リライト機能がついており、スイカカードに後から個人情報を登録すれば、マイスイカに、さらにマイスイカに定期券を追加購入して、スイカ定期券に変更することもできる。また、スイカ定期券から定期券部分を払い戻して、マイスイカに変更することも可能だが、スイカ定期券やマイスイカから、スイカカカードに変更することはできない。また、子供用スイカには、 有効期限があり、以後の最初の3月31日まで有効、期限が過ぎると使用できなくなる。引き続き、大人用として利用する場合は、取扱窓口や、多機能券売機で、大人用に変更する手続きを行う必要がある。スイカカードは2007年3月17日まで、JR 東日本では、スイカ用カードと呼称していたが、翌18日からのサービス変更を機に、 発売終了となった。なお、同日まで東京モノレール、東京臨海高速鉄道が発行していた SF 専用カードは、もともとモノレールスイカカード、臨海スイカカードという名称であった。これらのカードは、識別用の切り欠きが2箇所あった。スイカ用カード及び2007年3月17日、以前に発売したモノレールスイカ、臨海スイカは、 現在販売されている無記名式のスイカカードとほぼ同様に利用できるが、リライト機能がないため、マイスイカやスイカ定期券などの記名式カードに転用することはできない。2007年3月17日以前に発行された定期券専用カードは、定期券情報を消去することで、マイスイカとして使用でき、新たな定期券情報を付加することも可能である。 2003年以前の旧スイカカードは電子マネー機能がないため電子マネーサービスは利用できない。この他電子マネーシステムを使用している事業者でも利用できないほか乗車券システムを使用している事業者の一部でも利用できない場合がある。それ以外の事業者においても機能や取扱いの一部に制限を有する場合がある。なお、2008年4月以降は JR 駅の機器でのチャージ、履歴表示、定期券機能追加ができず、機器に挿入すると、新カードへの交換を要求する画面が表示される。電子マネー非対応の旧カードに、定期券機能を追加する場合は、緑の窓口で対応可能である。また、2008年以前の電子マネーマークに、緑丸の記載がないカードのうち、記名式カードでは、 スイカインターネットサービスなどの現行サービスが利用できない。これらの旧スイカカードは JR の主な駅の自動券売機、多機能券売機、緑の窓口で手数料無料で現行のカードに交換できる。一般向けに発売されているスイカカードのほか以下のものも同様に利用可能である。スイカカードはスイカエリア内の主要駅に設置された緑の窓口や 多機能券売機、キオスク、ニューデイズ、一部の指定席券売機で発売されている。スイカ定期券は、緑の窓口、指定席券売機、多機能券売機で発売されている。なお、一般向けには、購入、発売と表現しているが、規約上、スイカカードの所有権はカード発行各社に帰属しており、正確には、太陽となる。新規購入時には、 デポジット500円が購入者から徴収され、発売額のうちデポジット分を差し引いた分が乗車券及び電子マネーの重当分となる。デポジット制はカードの使い捨てを防止する観点から用いられている。ものでカードを返却、払い戻した際には全額返金される。スイカ及びモノレールスイカの発売額は1000円、2000円、3000円、4000円、4000円5000円。 1>, 1万円の6種類が設定されており、新規購入時のチャージ残額が指定可能とされている。なお臨海、スイカの発売額は、窓口では1000円、自動定期券発売機では2000円、地域連携 IC カードのトトラは1000円、2000円、3000円,円、4000円、5000円の5種類である。また、定期券を新規購入する場合は、定期運賃とデポジットを合算した額が、 発売額となるが、すでに所持しているスイカに定期券機能を追加する場合は、デポジットは必要とされない。スイカエリアからエリア外の区間にまたがる定期券の場合はスイカではなく、通常の時式定期券が発行される。カードのチャージは、自動券売機、多機能券売機、チャージ専用機、自動生産機、キオスクニューデイズや一部大手コンビニエンスストア。 セブン銀行 ATM をはじめとするスイカに対応した一部、店舗、パスモなど、相互利用可能な他社局線の駅にある、券売機や、入金機などで対応している。最大2万円までの入金に対応し、同じカードの繰り返し使用を可能としている。自動券売機での1回あたりの入金金額は、500円、1000円、2000円、3000円、5000円、1万円で、ある。乗り越しの場合は、 自動生産機や改札窓口で10円単位の入金が可能である。なお、JR 以外のパスも事業者の券売機では10円単位での入金ができるものもある。緑の窓口や東京モノレールの一部の駅を除く改札口の窓口、オレンジカード、給式式、ビオカードでの入金には期待用である。また、ビューカード以外のクレジットカードは多機能券売機にて 定期券購入時に同時に入金する場合に限り対応しており、また、時期定期券から追加定期券への発行買い時も可能となっている。以前は、西日本旅客鉄道のアイコカ地域内の緑の窓口において、一般クレジットカードでの入金に対応していたが、スマートアイコカの一般クレジットカード取扱い開始に伴い、2008年6月30日を、 持って取り扱い終了となった。利用履歴はセンターサーバに記録されている直近100件の利用履歴とスイカカードに記録されている直近20件の利用履歴と3件の詳細履歴がある。このうちセンターサーバに記録されている直近100件の利用履歴は駅の自動券売機とカード発売機で印字が可能である。この履歴は最大で百件まで何回も印字できる。 ただし、センターサーバーがメンテナンスなどで停止していると、印字することができない。なお、一部の駅では、パスモと同様に、直近20件まで印字でき、再印字も可能である。また、スイカカードに記録されている直近20件の利用履歴も、駅の自動券売機とカード発売機で表示できるほか、パスモエリアの機器では、履歴がカードに残っている間は何度でも、 履歴印字が可能である。その他にも、フェリカ用、リーダライタとソニーから提供されたり、または同梱、組み込み済みの専用ソフトを使用したりして読み出すこともできる。カード上の利用履歴を記憶する領域には、相互認証不要でリードアクセス可能なサービスファイルがオーバーラップされており、暗号鍵なしで利用履歴の読み出しが可能であるが、ライトアクセスには、 総合認証が必要である。さらに、一部の融資により履歴表示用フリーソフトも開発、配布されている。利用履歴には日付、入場駅出場駅残額、通り番などが記録され、入り、出場のほか入金した時や電子マネーとして、物品購入した時にも記録が追加される。スイカには、さらに3件の詳細な利用履歴が記録されており、 改札通過時刻や金額が記録されている。これは定期券での通過情報も含まれていて、こちらも有志が作成した一部のフリーソフトを利用し、読み出すことが可能である。マイスイカ及びスイカ定期券は、氏名などの個人情報が登録されているため、取扱駅で本人確認書類を提示した上で紛失したカードの ID 番号を申告すると、 定期券と入金金額を保証して再発行される。再発行の際には手数料520円と預かり金500円の合計1020円が必要である。紛失したカードが発見された場合は緑の窓口に届け出た上で預かり金の500円が返却される。一方、スイカカードには紛失時の残高保証はない。カードの返却、払い戻しの際には デポジットが無手数料で返金されるほか、定期券部分の払い戻し可能額や SF 部分の残額がある場合、それらの金額から払い戻し手数料として220円を差し引いた額がデポジットと合わせて返金される。残額が220円以下の場合はデポジットのみの返金となる。残額が払い戻し手数料より少ない時でも、デポジットは全額返金される。 返却及び払い戻しは各発行会社で行う。不正乗車などの不正行為があった場合や s u を紛失した場合は、デポジットは返却されない。記名式 Suica モバイル Suica は、一定期間利用、またはチャージしない場合、ロックがかかり、残額があったとしてもそのままでは、自動改札を通過できず、または電子マネーが利用できなくなる。 一定期間については公表されていない。このカード一時停止は、事項のカード有効期限とは異なる。解除方法は、次のいずれか最後に機器などでカードを利用した日から10年間利用がない場合、失効となりカードそのものが無効となる。失効したカードは、スイカエリア内の JR 東日本各駅の緑の窓口において、新しいカードに交換し残額を移し替えるか。 手数料を差し引いて残額とデポジットを払い戻すことができる。ただしどちらの方法でも古いカードは記念カードなどであっても回収されることになる。なお、法日間公客向けに発売するウェルカムスイカは発売から28日間有効で残額の払い戻しは行えない。交通系 IC カード全国総合利用サービスに基づくスイカエリア外での利用は各 IC カードの利用条件に従うため、ここでは、スイカエリアでの利用について記す。2001年に設置を開始した初代の簡易、スイカ改札機現在設置されている簡易スイカ、改札機、日よけ付きのもの JR 東日本八丁縄手駅の、簡易スイカ改札機正面に見える、黄色の機械は乗車用の簡易 IC カード改札機。青色の機械は下車用の簡易 IC カード改札機。 改札口を通る際にはカード読み取り部にスイカを軽くタッチする。乗車駅のタッチ時に初乗り運賃相当額がチャージされているか、または有効な定期券情報があるかを確認する。この時点でチャージ金額は引き去らない。降車駅のタッチ時に乗車した区間の運賃が全額生産される。徴収金額と残額はその都度改札機のディスプレイに表示される。 2007年3月17日までは、入場時に初乗り運賃が差し引かれ、降車時に乗車区間の運賃と、初乗り運賃との差額が差し引かれるシステムを採用していたが、パス元の相互利用に伴い現行方法に改められた。追加定期券の場合は、定期区間外を利用する場合でも、追加カ乗車券としての利用方法を順用する形で使用できる。そのため、 定期区間外特区間外をまたがる際の生産も出場駅の自動改札機にタッチすることで自動的に行われる。自動生産機におけるチャージ額を利用しての生産は定期券情報、入場記録のない IC カードに限り可能である。スイカエリアでスイカ等の IC カードを利用して各鉄道路線に乗車した場合は出場するまで出場駅が確定しないため、 基本的に振り替え輸送を受けることができないが、追加定期券の有効期間内で、県面表示区間内での乗車に限りそれを受けることができる。IC カードで入場後、輸送混乱で出場せざるを得なくなった時は、駅係員の設定で、友人改札、または自動改札機で入場処理を取り消さなければならない。また、通常時には、入場券のような同一駅での入り、 出場はできない。いり、出場駅が同じの場合、実際乗車経路を申告し、相当の運賃を支払わなければならない。2021年3月13日から JR 東日本の駅で入場券としての使用を開始した。ただし、簡易スイカ改札機及び新幹線改札口では、引き続き入場券としての使用はできない。なお、 事業者によっても取り扱いが異なる場合がある。主に使用可能エリアの郊外にある小さな駅では自動改札機が設置されていないことが多いが、この場合は簡易水果改札機にタッチしていり出場する。タッチしないと入場処理が記録されたままで次回から利用できない。ただし、簡易水果改札機が設置されている多くの駅では自動生産機が設置されていないため、 チャージ金額が不足の場合は、駅係員に申し出て生産する必要があるが、無人駅など一部の駅では改札外の自動券売機、簡易チャージ機や場合によっては、駅近在の交通系 IC、対応コンビニエンスストアで不足分をチャージし、改めて改札機にタッチすることで生産できる。それも困難な場合、後日別の駅の有人改札で申告し、生産となる。なお、 友人改札や後日生産の場合は、実際の乗車経路の正規運賃を現金で生産となり、SF 運賃や SF 残額の適用はできない。普通乗車券なら途中下車できる 101km 以上の利用であっても、スイカで入場した場合は、途中駅で下車した時点で、運賃計算は打ち切りとなり、再度入場した駅から計算し直す形となる。なお、 首都圏エリアと新潟エリア、仙台エリアは、スイカ利用区間の在来線全域が、大都市近郊区間にあたる。普通乗車券にある割引制度は事前に割引証で、割引ギップを買うことで成立するので、スイカのチャージでは、割引が効かない。なお、障害者割引については、下車域で申告することで対応可能である。スイカエリア外へ出るときの制限スイカエリア内の、 駅から入場し、エリア外の駅にて出場する際は、駅員が利用履歴等を確認できる、スイカ用携帯表示器を使って、入場記録を確認した上で現金で生産を行う。この場合、スイカに出場記録を書き込めないため、出場証明書を発行してもらい、次回利用時にスイカエリア内の駅窓口などで、出場処理を行う必要がある。なお、 スイカエリア内でもシステムに対応していない一部の駅や改札口では利用できない場合がある。また、スイカエリア内の駅から入場し、他車線に直気切符で乗り換える際には、連絡用自動改札機へ先に直気切符を投入し、その後スイカをタッチすることで連絡用自動改札機を利用できる。入場駅、出場駅の両方がスイカが使える駅であっても、 エリアをまたいだ利用はできない。また、一旦、スイカエリア外を使用する場合でも、スイカエリア内だけを通過した場合の最短経路を利用したとみなして計算されるため、実際の乗車経路よりも割高な運賃を差し引かれる場合がある。新幹線に乗り換える場合の運賃自動生産、スイカで入場し、東北、上越、北陸、 山形新幹線を新幹線乗り換え改札経由で利用する場合に、運賃自動生産を行う仕組みが2008年3月に導入された。具体的には、スイカで入場し、乗り換え駅にある新幹線乗り換え改札機で新幹線で使用する乗車券を投入、次にスイカをタッチすると乗り換え駅までの運賃が自動生産される。なお、 新幹線で使用する乗車券の発駅が特定特市内に該当する場合は特定特市内との境界駅までの運賃で自動生産される。また特定特市内の駅からスイカで入場し新幹線に乗り換えた場合は新幹線乗り換え駅でスイカの入場情報が自動的に取り消される。なお新幹線乗車券の発着駅が最初から特定特市内にある場合は スイカを利用しないようアナウンスされている。スイカ定期券で定期区間内に新幹線停車駅が2駅以上含まれている場合は、その区間の新幹線を別途特急券を用意せずに利用できる。グリーン車、スイカシステムホーム上に設置された IC カード、専用グリーン券販売機グリーン車の車内座席上部に設置されたリーダーライター。 左側席は着席後スイカをタッチしたので緑ランプが点灯中。右側席は空席なので赤ランプが点灯中。多くの情報を非接触で通信可能なフェリーの利点を活用し、JR 東日本では首都圏エリア内の普通列車グリーン車自由席でスイカを利用したグリーン車システムを導入している。これは所持している IC カードにグリーン券の情報を書き込み、 カード自体をグリーン券として使用するシステムで乗車前に磁気グリーン券を購入した場合の事前料金と同額で乗車できるほか車内改札が省略されるなどより快適にグリーン車を利用できるこのサービスは2015年4月現在 JR 東日本の東京近郊各線の普通列車グリーン車自由席で実施されておりスイカの他パスもとか キーとかの4種類の IC カードでのみ利用可能である。その他の相互利用可能な IC カードと e g モバイル Suica モバイルパスもでは利用できない。Suica エリアのバスは JR バス関東と JR バス東北の一部路線のみである。運賃前払い方式の区間では乗車時に乗車口のカードリーダーに Suica を軽くタッチするとチャージ金額から運賃が引き去られ生産が完了する。 降車時にはカードリーダーにスイカをタッチする必要はない。運賃ご払い方式の区間では乗車口のカードリーダーにスイカを軽くタッチする。初乗り運賃相当額がチャージされているか、または有効な定期券情報があるかを確認する。この時点でチャージ金額は引き去らない。降車口のタッチ時に乗車した区間の運賃が全額生産される。 いずれの場合も支払え金額と残額が、その都度運賃生算機のディスプレイに表示される。なお、パスもエリアの独自サービスが、スイカで利用できるケースがある。バス、機動線の乗車時にポイントを付与する、バス利用特典サービスや、都営バスを90分以内に乗り継ぐと、偶数乗車目に運賃を割引く、飛バス乗り継ぎ割引サービスなどである。また、スイカには、 パスモエリアのバス定期券機能やバス IC1 日乗車券の情報を搭載することもできる。これらの扱いについての詳細はパスモバス、路面電車での利用を参照。サプカとの共通利用にあたってはサプカエリアはスイカ札幌エリアとして設定されているが、本校では割愛する。単独で導入した沖縄都市モノレールを除き、首都圏エリア、仙台エリア、 新潟エリアの3エリアに分けられる。原則としてエリア内完結の乗車のみ利用可能。東京駅、仙台駅、新潟駅からおおむね100、200キロメートル程度の範囲に設定されている。首都圏、エリア JR 東日本のエリアはおおむね東京近郊区間と一致する。カラス山線、クル線では利用できない。仙台エリア JR 東日本のエリアは おおむね仙台近郊区間に一致するが、エリアの延部では、利用可能駅が絞られている。新潟エリアおおむね新潟近郊区間に一致する。沖縄エリア JR バス関東の以下の高速路線、一般路線に SF 残額で乗車可能。高速路線は共同運行他車便でも、利用下装後利用関係、パスもスイカ専用自動改札機スイカと一家のカードを発行する事業者のエリアで、 相互利用、変利用が可能になっている。また、各 IC カードと完全互換仕様で別名で発行される IC カードも利用可能である。ただし、一部事業者が発行している特割利用カードは各社とも相互利用の対象外となっているほか、それ以外にも取扱いに制限がある。スイカを電子マネーとして利用するサービスは2003年11月より、 ビュースイカ会員限定で、スイカ電子マネーモニターを実施した結果、これが好評だったため、翌2004年3月22日より正式に、スイカショッピングサービスとしてスタートした。この電子マネーサービスについても、2013年3月23日の、交通系 IC カード全国総合利用サービス開始に伴い、ピタパを除く、全国9種類の IC カードが利用できる。 JR バスグループをはじめとする高速バスチケット予約サービスのウェブサイト高速バスネットでは2010年11月24日からチケット購入にスイカネット決済が利用できるシステムを当時取り扱っていた120路線のうち90路線を川切りにサービスを開始した決済には公述のスイカインターネットサービスもしくはモバイルスイカが利用できるなお この事前予約制高速バスの利用方法は電子マネーによるネット決済であらかじめ乗車券を購入するものでありバス車内での生産は利用できない。ただし一部の路線、便では事前予約制の指定席と当日生産の自由席の2種類の座席を設置している場合があり、校舎では路線バスの補足をで前日の通り IC カードが利用できる場合がある。 本カードの機能を搭載したクレジット機能付きのカードにはビューカードの機能にスイカ定期券の機能を追加した標準のビュースイカを筆頭に駅ビル、旅行商品、航空会社などのポイント、会員管理機能とスイカ用カードの機能を統合したダブルフェイスカード、銀行キャッシュカードとビューカード機能、スイカ用カードを一体化したジョイントカードがある。 有水化カードでは500円の預かり金は不要である。チャージは、現金のほか、クレジットカード機能を用いて、現金を使わずにチャージすることも可能で、2006年10月1日からは、自動改札機を通過するときに、自動入金される、オートチャージサービスも開始されている。2009年7月27日からはインターネットに、接続されたパソコンからパソリを用いてチャージできる。 スイカインターネットサービスを開始した。JR 東日本では多様な情報を搭載できる IC カードの特性を活用し、身分証明書にスイカ機能を付加した学生証、社員証のサービスを行っている。通常のスイカと同様に乗車券や電子マネー、定期券として利用できるだけでなく、学校では証明書発行認証や出欠席確認、図書館システム等、 企業ではビルの入り体感管理、勤務実績管理等、法人ごとの独自機能を搭載することができ、電子マネーシステムによる校内、社内の物販や飲食の決済などにも活用することができる。また ID カードの管理を一括して外部へ委託することで、法人側はコスト削減などのメリットを得ることができる。 JR 東日本はまず自社の本社入管証として、スイカの実証試験を実施した上で、2005年11月7日、三菱電機を皮切りにスイカ付け社員証の提供を開始した。これは、同社の本社移転に合わせて導入したもので、同社が入居する東京ビルディングの入り体感管理システムに対応している。またカードフェースには顔写真もプリントされているが、 個人用に顔写真を印刷したスイカを発行するのは、これが初めてであった。また、明治大学では2008年11月から、スイカ付け学生証の発行を開始した。学生証のサービスはその後も、東京造形大学などで順次開始されている。一方、東急電鉄ではこのサービスと同様の、パスも機能付け IC カードのサービスを2010年3月から開始し、 さらに2011年3月からは、スイカ付け学生賞、社員賞とパスモ付け学生賞、社員賞の総合提供サービスが開始され、一つの法人で、スイカ付けかパスモ付けのどちらかを、学生、社員が自由に選択できるようになるなど、利便性が高まっている。また、キオスクや、ニューデイズなどでは、タイムカードとして、勤務実績管理が行われている。 ゆうちょ IC キャッシュカードスイカゆうちょ銀行では2009年4月20日からキャッシュカードにスイカ機能を搭載したゆうちょ IC キャッシュカードスイカを発行している。クレジット機能のないカード型スイカとしては初の採用例で新規入手時のデポジットは必要ない。2009年開始時、新規もしくは時期カードからの変更の場合、手数料は無料だが、 すでに使用している IC キャッシュカードから切り替える場合は手数料が1030円必要となっている。またキャッシュカードに搭載されているスイカ機能はマイスイカと同じ扱いとなるため紛失時には再発行が可能である。届け出はスイカ対応駅の緑の窓口とゆうちょ銀行の双方に行う必要がある。新カードは緑の窓口への紛失届出時点での残高が チャージされれた状態で届けられる通常の Suica と同様、現金をチャージすれば、乗車券や電子マネーとして使用できるが、定期券情報は搭載できない。またキャッシュカードの残高から Suica への銀行チャージはできない。当初、Suica 付けキャッシュカードの申し込みを受付できるのは、Suica エリア内の郵ちょ銀行及び郵便局の貯金窓口に限られていたが、 2011年1月4日から JR 東日本の営業エリアに含まれる各都県全域に拡大している。なお、同行では IC キャッシュカードとしてエディ搭載カードも発行していたが、これについては2010年2月26日受付分を持って発行を終了した。スイポは2006年7月から2010年6月まで実施されたスイカとポスター。 携帯電話の3つを組み合わせた広告システムである。ポスターに付属するリーダーに Suica、モバイル Suica、PASMO をタッチすると、事前に登録した携帯電話のメールアドレス宛てに、キャンペーン情報などのメールが配信され、商品の詳細情報をウェブサイトで閲覧したり、プレゼントの抽選などができるもので、2006年7月31日から、新宿駅の松下電機のキャンペーンより展開が、 開始され、翌2007年4月2日からは、池袋駅、上野駅、東京駅、新橋駅、渋谷駅の5駅を加えた計6駅に設置箇所が拡大された。この水ポの情報提供システムに関する、計算機関の情報転送等の技術は NEC などが特許を取得しており、特許庁は二千八年三月七日付で、情報提供システム、広告センター、 および情報提供方法の名称で登録している。その後、表示等が運営する、駅周辺地図、ナビタと組み合わせたサービス、ナビタウィズスイポも実施されたが、スイポのサービスは2010年6月下旬に終了した。JR 東日本、JR 東海でのモバイルスイカ会員のみのサービスとして、アプリから所定の操作を行うことで、乗車時に携帯電話を東北、 北海道、山形、秋田、上越、北陸の各新幹線の自動改札機にタッチするだけのチケットレスで利用することが可能である。なお、2020年3月14日からは、駅ネット及び E5489 の新サービス、新幹線 E チケットサービスが利用可能となる。こちらは、モバイルスイカのほか、カードタイプのスイカや交通系。 IC カード全国総合利用サービスの対象カードでも利用できる。他に JR 東海のエクスプレス予約への入会、登録を行えば東海道、山陽新幹線のネット予約、チケットレスサービスが利用できる。この場合はモバイルスイカをビューカード、タイペ及び法人カードを除くで登録、決済しており、エクスプレス予約の決済もビューカードで利用する。 という条件の会員が、事前に、モバイルスイカで操作し、ビューエクスプレス特約へ登録するか、JR 東海エクスプレスカードに入会し、モバイルスイカに追加登録することが必要である。いずれの場合も、モバイルスイカの年会費とは別に、ビューエクスプレス特約、または、エクスプレスカードの年会費が別途徴収される。なお JR 西日本の j ウ e ストカードエクスプレスでは、 モバイルスイカへの登録、利用はできない。なお JR 東日本の各新幹線と東海道、山陽新幹線では予約、乗車時に行うモバイルスイカの操作が異なる。2017年9月30日に東海道新幹線、山陽新幹線でスイカなどの IC 乗車カードで乗車するシステムスマート EX を導入。ただし新幹線は SF ではなくネット予約で、 カード番号を登録して、クレジットカードでの決済になる。年会費無料で利用でき、EXIC と同様な利用方法になる。また2018年4月1日より、JR 東日本の新幹線一部区間で、新幹線自動改札機にタッチすることで、SF 残高を利用して、新幹線の普通車自由席に乗車できる、タッチで、Go! 新幹線のサービスが開始された。このサービスはスイカおよ及びスイカと相互利用可能な IC カードであれば利用可能である。キーレスロッカー首都圏主要駅を中心に現金、スイカにも対応したキーレスロッカーの設置が進んでいる。操作はタッチパネルで行い、レシートも発行される。現金払いで鍵を使う時と同様に、 預けるときにタッチしたカードで引き出すときにタッチすると取り出せる仕組み。スイカのみでレシートが出ないタイプもある。埼玉県埼玉市大宮区にある鉄道博物館では2007年10月14日の開館からスイカ電子マネーサービスを利用した入り体感システムを導入していたが入館ゲートの更新に伴う入館方法の変更により 当サービスは2019年12月10日をもって終了した。このシステムは入館時に入館チケット販売機で、スイカ等の IC カードで入館料を決済し、入館情報カードに登録する。IC カードをそのまま入館チケットとして使用し、改札機にタッチして入館する。また退館時には、改札機に入館時に登録した IC カードをタッチして退館する。 同館は入場や体験展示の予約のほとんどが IC カードによる登録制となっているため、スイカ等を所持していない入館者には入館券の代わりに電子マネー非対応の貸し出し用入館 IC カードが対応され、退館時に友人窓口で返却する方式をとっていた。システム変更後は、券売機で現金、またはスイカ等を使用して入館チケットを購入し、 入館ゲートで係員にチケットを見せて入館する方式に改められた。以前と同様に館内のレストランミュージアムショップ、自動販売機でも、スイカ等の電子マネーによる決済が利用できる。なお、相互利用している IC カードのうちピタパは、電子マネー相互利用対象外なので、電子マネー決済の利用できない。また、しばらく使えなかったマナコは利用できるようになった。 2009年シーズンから JR 東日本が株式を保有する J リーグジェフユナイテッド市原千葉のシーズンチケットとして使用が開始された。シーズンシート購入者にはジェフ千葉オリジナルのカードフェイスがプリントされたスイカ機能付けワンタッチパス IC カードと席種、席番が記載された情報カードが配布される。 福田電子アリーナ開催のホームゲームでは入場ゲートでカードリーダーにワンタッチパスをタッチして入場を認証し入場後はシート位置のスタンド入り口で係員に情報カードを提示して自席へ入場する流れとなるこのため入場の際にはワンタッチパスと情報カードの両方を携行する必要があるなおワンタッチパスは現金をチャージすれば 通常のスイカと同様に乗車券機能や電子マネー機能を利用できる。シーズンチケットの価格デポジットで発売されるが、カードは継続使用するため、次シーズンもシーズンシートを継続購入すればデポジットは不要である。小中学生用は発売されていない。なお JR 東日本は2009年から、ジェフ千葉のユニフォームの背中部分スポンサーを務めており、 スイカのロゴタイプがプリントされている。2018年からは、サ骨部ブ分スポンサーも合わせて務めている。インターネットを経由して、クレジットカードから手持ちのスイカへチャージしたり、インターネットでの物品購入にスイカ決済が利用できるシステムで、2009年7月27日にサービスが開始された。このサービスを利用するには利用登録が必要で、チャージ。 決済にはパソコンにフェリカポート、パソリなどのカードリーダーライターを接続することが必要である。サービスで利用できるスイカは、記名式カードのみで、無記名式カードは利用できない。このうち、マイスイカとスイカ定期券については、電子マネーマーク下に緑色の丸の記載がある2008年11月以降に発行されたもののみ、利用可能で、 それ以前に発行された旧カードでは利用できない。またモバイルスイカモノレールスイカ臨海スイカ相互利用を実施している IC カードでも利用できない。なお、決済に使用できるクレジットカードはビューカードのみである。このサービスでスイカにチャージできる金額は1000円以上であれば1円単位で指定可能である。また、チャージ上限の2万円まで一度にチャージする。 満タンチャージ機能もある。2019年5月、JR 東日本は同サービスについて、同年8月から2021年2月頃にかけて順次終了していくことを発表した。そして2021年2月9日、スイカインターネットサービスの提供を完全に終了した。日立製作所が2013年7月1日より、JR 東日本の s u の利用履歴を ビッグデータ解析技術で活用し、駅エリアのマーケティング情報として企業に提供するサービス、日立交通系 IC カード分析情報提供サービスを開始した。首都圏の JR 東日本、私鉄約1800駅を対象として、スイカの利用履歴や、記名式スイカに登録された年齢、性別から、駅の利用者の性別、年代別構成、 乗降時間帯などの各種利用情報を平日、休日別に集計、分析し、可視化したリポートを毎月提供する。パスモなど相互利用カードのデータは集計、分析の対象にならない。しかし、日立製作所側からはこのサービスが開始前に発表されたものの、JR 東日本側が公式に何も発表しなかったため、国土交通省が 個人情報保護法に抵触しないか事情を聞き、事前に利用者に説明すべきだったと注意したことが、全国紙に報道された。JR 東日本では、日立への提供時に、スイカの ID を他の番号に振り直し、推計度との紐付けができないようになっていること、利用者の氏名、電話番号や電子マネーでの購買履歴を提供していないことなどから、個人情報には該当せず、 法的に問題はないとしているが、7月25日によくいただくお問い合わせとして、この件に関するプレスリリースを発表し、説明が不十分だったことを謝罪し、希望者を売却対象から除外することを発表した。その後、有識者会議を設置して、今後の対応を検討し、結論が出るまでは社外へのデータ提供は行わないことを発表した。将来的には、 JR 東日本の全路線で Suica を使えるようにし、そのために必要な時期圏の IC 化を行い、Suica の東日本管内全国展開を目指すとしている。これに関連して、2023年春以降にセンターサーバー方式を採用した上で、北東北3県の一部路線で Suica が利用可能となる予定である。一時資料、または 記事主題の関係者による情報源、ありがとうございます。